あもうすぐこの岸沿いにずっと流れてくぞ。すぐそこだから。これ。これを上がってください。注目を浴びてます。そしてこれいつもね回ってるんですよ。だいぶ回ってないなこれ。回ってる。綺麗。そうそう、これ湧き水の川ですよ。これが立川っていう。ああ、思い出しますね。思い出したくない。あの突き当たりをあの左にずっと川が上ってるんで、あの行けるとこまで上がりましょう。今立川の上流に来ました。ここから立川を下っていきたいと思います。これ以上はもう橋なんで行けません、さあここからスタートです。じゃあここから立川スタート。はい、立川スタートです。立川ここからスタートね。立川スタート、ここから立川のスタート、ここからこれ立川だから、あ、こっからこっち向きに、うんうん、もうあと漕がずにずっと戻ってきて、
今日はね、いろんなものがなんか流れてきてますね、これね。前は何にもなかったですもん。北さんが久しぶりの川ではしゃいでおります。やな、空気入れた？空気入れた？空気入れた？いけないと全然ダメ。途中で普段の川下りでは見かけないスタイルをしてますね。舐めてますね。気持ちいい、冷たくて。あ、本当だ。あれはね、ボード。ね。ボードある。ある。これはでもね、やってなさそうだな。
倒木があるときはね、川全体に倒木が倒れてるときあるから、あのときはもう俺ビビったよね。あ、そんなありました。あった。で、倒木の下をくぐってたもん。あ、はい、くぐれたんだ。ここのラフティングツアーやってますんで、ええ、結構流れがあるよね。もうそれそれじゃねえか。うん、あそこ。あの突き当たり上陸、ここ、あの開けた真ん中のとこだから、なるべく右行け、正面上陸よ。上がれる、そんな流れないから。あの崖みたいなところで上がれるから。右から流れてきてるのも別の湧き水、そこで上がれますから。あっちがまだもう新しい、あっち出ちゃうともう流されちゃうから。はい、ゴール。ゴールしました。あっという間やろ。どうしたか。登りには結構疲れたな俺。そうだよね。
風に漕いだらなんかめちゃめちゃ気がします。20だから1時間ですよ。いや1時間の疲れじゃねえな。登り疲れたね。あれ相当疲れましたよ。え？全然疲れない。